皆さんこんにちは、本日はバンカー脱出基本レッスン1ということで、まずはアドレスについて、レッスンをしていきます。バンカーでのアドレスは、大きく分けて2種類あると思ってください。2種類どのような形で分けていくかといいますと、まずは、ボールを上げたい時なのか、別に上げる必要がない時なのか、ということで、アドレスの2種類を作っていきます。グリーン周りのバンカーのアドレスではボールを高く上げたいときはスタンスを単純に広く開いてください。スタンスを広く開くってことは重心が、通常のアドレスよりも下に下がってきます。下にしっかりと重心を下げて、ボールを上げたいときはフェース面をこのように開いてボールを前に置いて構えます。基本的に左の膝の角度というのはスイング中アドレスのポジションから変わりません。なのでしっかりと左の膝の角度を意識してこのように構えるようにしてください。上げたい時のバンカーのアドレスで、手の位置というのはハンドファーストにせず真ん中で構えるようにしてください。体の真ん中で構えます。このようにして重心をグッと下げることで、自然とダフりやすい形というのを作っています。サイドから見ているとこんな形です。足を開いて落とすとなると手の位置も下がるのでヘッドが地面に対してペタンとつくような形になってきます。まず押さえて おいていただきたいアドレスのポイントは、この今お話しさせていただいたポイントになります。続いて、高さがないバンカー、土手が低いバンカーに関してはクラブをまあ短く持っていただいてそこまでスタンスを広げなくても大丈夫です。肩幅よりも少しいつもよりも広い程度で構えていただいて、構えてこのようにアドレスを作ります。これもしっかりと重心は落とすということです。足がしっかりしていないとバンカーショットは、安定して脱出させることはできません。しっかりとこのアドレスをですねまずは押さえていただき、練習をしてください。土手が低いところでは無理に開く必要はありません。サンドウェッジを使用してまっすぐ構えてこのように構えて打っていきます。まずステップ1ではアドレスをしっかりと構えられるように練習をしていきましょう。これができましたらステップ2に入ります。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。随時新しい動画レッスンを公開していきますのでチャンネル登録をよろしくお願いします。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。